U-23 サッカーオーストラリア代表は23歳以下の国際試合及び夏季オリンピックにおけるサッカーのオーストラリア代表である。オーストラリアサッカーの統括団体であるオーストラリアサッカー連盟によって組織される。公式の愛称はオリリウスである。U-23 代表はこれまでに1992年、1996年、2000年、 2004年、2008年、2020年の6度オリンピックに出場している。23歳以下のオーストラリア代表は、1967年にヌメアで行われたニューカレドニアとニュージーランドとの3カ国対抗戦で国際舞台にデビューした。オーストラリアは11月6日の初戦に2対1で、敗れ、11月10日の2戦目では1対3で勝利した。 次にプレーしたの8年後の1974年、オーストラリア政府が出資したインドネシア遠征である。遠征の間、監督のエリック・ワージントンによって率いられたオーストラリアは、ホスト国のインドネシアとの参戦すべてに勝利した。その後16年間、国際大会には参加しなかった。1990年8月、オーストラリアは、エディトムソン監督のもと、 欧州で数試合の親善試合を行った。初戦のスイス戦は0対0の引き分けで終わった。リーグオブ、アイルランド選抜との2戦目は2対2の引き分けであった。最終戦はチェコスロバキアに2対0で敗れた。1992年バルセロナ大会2004年、アテネ大会は、オセアニアサッカー連盟の予選に、出場、2008年北京大会からは、 アジアサッカー連盟の予選に出場している。ありがとうございます。